こんにちは、ヒロトです。まあちょっと今日は、まあ、酒でも飲みながらちょっとまあ動画撮ろうかなという感じですね。まあめったに酒飲まないんでなかなか口が慣れないとこなんですけど、まあちょっと今回は恋人として付き合う、何ですかね、長続きしやすいかしにくいかっていうところの話をしていこうかなと思います。これがカリフォルニア大学の、研究で78組のカップルを集めてカップルの、2週間の暮らしをノートに記録してもらったと、詳しくして、記録してもらったりっていう感じみたいですね。まあこれが口論の内容であったりとか、食事で睡眠どのぐらい取ったかとか、まあ、一緒に運動をしたとか、そういうも、ノートに取ってもらったという感じみたいですね。で結果っていうのが、カップルの中の悪さとか、口論に発展するかどうかですねの、コミュニケーションの問題っていうのと相関があったっていうのは、今言った口論で食事であったり睡眠であったり運動であったりとかの中で、まあその口論などコミュニケーション問題に相関があったっていうのは睡眠時間の短さであったと、まあ少なさっていうところですよね。でこれがたった1日睡眠時間が短かっただけで口論などのトラブルに発展するっていう可能性が高かった、まあ跳ね上がったというふうにされてるみたいですね。これがまあつまり人間関係でも仕事関係においても、睡眠時間が不足することによって、まあトラブルに、まあ人間関係のトラブルに発展しやすいという関係、っていう感じみたいですね。でこれ睡眠不足の大きな影響、まあ4つ影響があるんですけど、まあそれが何かっていうと、共感能力の低下で、ネガティブ感情の増大で、トラブル対処能力の低下っていうで、自己本位性の増加っていう感じですね。まあ共感能力下がると、まあ相手が何を思ってるのかっていうのが分からないっていうところであって、でまあ当然そのトラブル、まあ口論であったりとかそういうのが起きやすいんじゃないかなっていう風になってるみたいですね。でネガティブ感情の増大、まあまあ簡単に言ったらイライラしやすいっていうところでしょうね。でトラブル対処能力の低下で、まあ喧嘩になったり口論になったりとかして、それがまあうまく対処できなくて、まあ結果、喧嘩であったり口論であったりとか、そういうのにまあ大きく発展して、まあ破局するっていう感じでしょうね。で自己本位性の増加っていうのが、まあつまり睡眠不足に、まあ睡眠時間が短くことになることによって睡眠不足になって、まあ自分の身を守ろうと、まあ自分本位の、考え方になってしまうという感じみたいですね。で一般的に喧嘩するほど仲がいいっていうふうに言われると思うんですけど、それがまあ実は研究によっては間違っているっていうふうには、結論が出てるみたいで。まあ恋愛というのは自分の感情を素直に相手に伝えることができるかどうかが、恋愛が長く続くかどうかっていうのが大きく作用しているみたいで、で、喧嘩をした時に黙ってしまうカップルっていうのは破局する可能性が高いという感じみたいですね。だからまあ以前の恋愛とかだったら結構なんかこうお互いで口論して、なんていうかこう気まずくなって、まあ黙り込んでしまうみたいな感じのこととか、まあ何回もあったことなんですけど、まあそういうもあって、まあ破局したのかなっていうのもありますし、まあ自分の場合だったら仕事から夜遅く終わる時間とかあって、まあ本当日付変わるか変わらないかぐらいの時間で仕事終わって、そこから交流してとかしたら、まあお互い睡眠不足でっていうところで、多分まあそういうのもあって、まあ口論とか喧嘩とかよくするようになったのかなっていうのもあるとは思うんですけどね。
で、あともう一つぐらい、まあ、話そうかなと思ったんですけど、まあ、意外と30分くらい話そうかなと、飲みながら話そうかなと思ったんですけど、意外と時間が経たないっていう感じですけど、どこだったかな、これですね、まあ、女性向けに書いてある本なんですけど、大人の恋愛処方箋っていう、まあ、恋愛の女性向けに書いてある本の書いてある内容なんですけど、まあ、自分でこう何て言うんですかね、結婚に対してハードルを上げている女子がいるっていうことを、まあ、そういう内容のことを書いてあるところなんですけど、まあ、遊びに慣れている男が好きっていう、まあ、罠っていうか、そういうのがあるみたいで、最近の調査を見てみると、これ草食化と言い切れるかどうか分かりませんが、結婚以前に交際する人数っていうのは男女ともに減っている傾向があります、まああると言いますという感じみたいですね。で、現在の配偶者と結婚する以前の交際人数というのは20歳から69歳の既婚男女863名ですね。これがおうちの総見調査っていうところで、まあ、1位が0人で、それが 26% ですね。で、次は2名、まあ、2人と交際したかどうかっていうところですよね。で、 18.5% で、3人が、15.5%で、で残りが1人ですね。1人が 13.8%、まあ、ほぼ、1,2,3 となんかこう、なんていうんですかね、 20% 切ってるっていう感じですよね。で、まあ4人に1人はまあ交際 してなくてっていうか、まあしてない状態で、まあ、1人目で、結婚するっていう感じみたいですね。で、ここから先、まあ、今、1,2,3 と言ったんですけど、で、ここからどん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 パーセンテージが下がっていくという感じみたいですね。つまり交際すればするほど、まあ、自分より、まあ、異性との交際経験が長ければ長いほど、まあ、結婚する可能性がどん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 下がっていくという、なんか変わった研究結果だなっていう感じで、経験積めば積むほどなんかまあ良さそうな感じっていうか、まあ、その経験を踏まえて失敗とかこう、なんていうんですか、失敗したのを、まあ、うまくその次に活かせるっていう風に、してるんじゃないかなと思ったんですけど、なんか意外にも、なんていうんですかね、まあ、付き合う人数が多ければな、多くなるほど、結婚がどん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 遠くなってくるっていう、なかなか変わった研究だなって思ったんですけど、で、前回にも言ったと思うんですけど、まあ、女性っていうのは、まあ、異性と付き合う時って、まあ、大体まあ、女性と付き合う時に、まあ、男性の方っていうのは、まあ、親と仲良くしてる女性と付き合う方がいいですね。じゃないと、まあ、極端な話なんですけど、まあ、一昔あったように親に結婚とか、まあ、交際を、反対されてるからといって駆け落ちするみたいな感じになったりとかするパターンもあるとは思うんで、まあ、それだったらどっちかというと親子関係が良好な女性と付き合うにした方がいいとは思いますね。やっぱその、なんていうんですかね、親子とも、まあ、その、まあ、親御さんともこう仲良くしないといけない時もあったりとかすると思うんですね。一緒に出かけたりとか食事行ったりとかで、うまくその彼女の方が、まあ、女性側が、まあ、親との間に入ってくれてフォローしてくれるような感じでないと、なかなか、まあ、親とのなんていうんですかね、関係性は良くならないんじゃないかなっていう感じはするんで、っていうところですかね。あと、そうですね、まあ、前回も話したんですけど、長続きするカップルかどうかっていう判断を、するのになんていうんですかね、まあ、ウィートークをちゃんとするかっていうところもう判断する基準の一つじゃないかなっていう感じですね。まあ、私はとか、まあ、自分の名前を、まあ、女性だったら言う人もいるとは思うんですけど、で、まあ、私はとか言ってる人とか、まあまあ、あなたはって言ってる人とかは、あんまり長続きしないので、その辺は注意しないといけないんじゃないかなと思います。まあ、ウィードークっては何かというと、まあ、私たちとか自分たちとか僕たちとか、その2人をまとめて、呼ぶっていう感じですよね。まあ、私たちこういうとこが、まあ、合うよねとか気が合うよねとか、
こういうとこいいよねっていう、まあそういうポジティブなところで、まあ、まとめてしまうっていうところですよねっていう感じで、まあそんな感じですかね、とりあえず。まあそんな感じで、まあ、今回はこのまま終わろうかなと思います。